リラックマも。そうした、 MV が公開されます。ミュージックビデオ、私もまだ見てないんで、きっとみんなと同じタイミング。そうだよ。ありがとう、ギフト。まだ見てないよ。なんで、あの、なんか今日公開されたじゃないですか、ちょっと。そうそう、ほんのちょこっとだけ、あれあれだけ見ました。なんで自分もどんな風に出来上がってるのか全然知らないの。そうなの。ドラマ、うん、あの花は誰のものみたいな感じのドラマ MV ではないです。ありがとう、リラクマ、コリ仲間。今回も演技してる。確かに、ちょっと多分でも声とかは入ってないんじゃないかな。いや、わかんない。私はだから仕上がりを知らないからさ、わかんないんですけども。広島市内全部、うん、そんなこともなきです。はい、学生の感じ。いや、え、なんだっけえ、なんだったっけな。あれはちょっと分かんなくなりましたね。あれは何だったっけ。まあ見たら分かる、明日。とぼけた、え、違うよ。そごう前で聖地巡礼しました。早い早いですね。確かに、あの何ですか、こうちょっと公開されてたダンスのところ、白と黒の衣装で踊ってるところは、あの広島の市内なんですよね。市内のそうビルのとこで撮ってるんですけど、もう結構何ですか、さ、お待ちです。早い、ほんと聖地巡礼寒かったすごい、まるまるビルの屋上だねか MV あったの。あー、なんかちょっとどこまで言っていいかわからんのんで、もうちょっとしたら言いますね屋上誰でも行けるの。え、ちょっとそれはわかんないです。私もでも屋上ってさ、結構入れんようになってるくない、どこも。行こうとしたことあんまないんですけど、あんま行けん、なんか鍵がかかっとったりとかさ、屋上までなんか行けれんくなっとったり、エレベーターがなんか結構普通無理なところが多いよね。ありがとう。ねえ、そう、危険だから屋上が。ちょっとわかんないです、一般で入れるかっていうのは。
ことを聞くと、うん、もう QR は多分ないです、多分てかないと思いますないと思います。ありがとう、黄色い鳥も。屋上入れなかったですって言ってる人がいる。行ったの？いたのか？QR？ QR ね。あれ、何なんでしょうね。あれ何なんでしょう。私もわかんないんです本当にわかんない。いや、なんか説明された気がするんだけど、なんか想像がよくわかんなくつかなくって、どういうことだ。あれは私が実際に読み込んでからわかります。読み取ってないの？読み取ったよ、自分の写真とかでさ、こう読み取ったら全然別のリンクに移動して、でもそこのリンクじゃないところに多分行くんだと思うんだけどね。今は違うとこに。今日の夜やってみようか。いやいや、わかりません。ありがとう。ドローン？今回のさ、なんだっけ、あれでもドローン使ってるって分かったよね。わっ、ありがとうおひな様ありがとうおひな様。ビルのやつね、そうだよね。なんか暗くなってね、撮影した時にね、めちゃね、もう周りが暗いからね、そのドローンがねどこにいるか分かんなくて、でそしたらなんかみんながUFO を見つけたって言い始めてもうみんなで大騒ぎしたんですよ。 UFO がいるみたいな、広島に UFO がいるって言って、すっごい大騒ぎしたらドローンだったんですよねめっちゃみんなで盛り上がったんですよ。もうやばい、 UFO 出たよみたいな、やばい、見てあれみたいな感じで、もうみんなでめっちゃもう本当にガン見して、なんか急に消えたりするから、やばい、 UFO じゃんとかなって、たら全然ドローンで、あれドローンやったみたいな。そう。なんか暗いとこで見たらめっちゃ UFO に見える。いや、ドローン様にはね、もう頑張ってもらって、寒い中一人でここ折り飛び。ありがとう、リラクマ、コリラクマ。今回序列奇数番は白衣装？いや、そんなことないね。そんなことないね。例外いるよね。
うん、例外ある。あれどうやって決まったのかよく私も分からんのよね。なんかそうかなって思いきやあれ違うなみたいな。そうね、白黒白黒はっきりしよう。なんかそんな歌詞やなかった。白黒はっきり ベレー帽。あーサーヤンがベレー帽かぶってる。でも髪飾りもあったんですけど、そうなんかピンを止めてるメンバーとかいるんですけど、私は髪飾り今回なしです。そうなんかひなさんかな、ココアさんだっけな、なんか白いピンとか止めてたりとか、なんかね髪飾りがあるメンバーもいるしないメンバーもいます。多分髪型で決まったりもしてるかも。本当女神そうです。もうねあの9枚目も甘いキューってな、あどなんか髪の毛なんかやりたいのあるみたいな言われて、やりたいのとかなあったみたいな感じで、いやもうまとめ髪でお願いしようと思ってるよみたいな感じでまとめ髪になってでなんか割と最近にとある別の撮影があったんですけど、その時もなんか「あマイキューまとめ髪ね」って言われてで「あみたいな。で「あツイン私ツインしたいんですけど」って言ったら「いやもうまとめ髪だよ」みたいな感じでまとめ髪になってね、指定があるんだ。なんかもう。決まなんか最近決まるんですね私の。なんかあもうまとめてねみたいな。うわびっくりした、お金が落ちたお金って言ったらなんか生々しいなお金が落ちたってなっちゃう。お金をね置いといたんやそこに落ちた今。たくさんあるの？そんなないよ。なんかさいろんなところにさお金置く癖があってさ、私あんま良くないんだろうけどさ、なんか本当にねいろんなとこに置いちゃうの。もうなんかあちらこちらに。勝手に落ちる、なんか不安定やったねだろ。ジャラジャラしてる。立ててるんか、立てかけてるお金立てかけ戦法。500円玉貯金してるよ今は。この貯金箱で。でもそんなに毎日してるわけじゃないです。なんかたまにお財布の中見て、あ500円あったって思ったらこの中に入れるくらいで、ここにてる。
割るの？うん、割らなくても取り出せるの。ここから後ろ下お腹。クマありがとう。小さくなったね。小さくなったよ。小さくなりました。貯金箱があってこと？そうそう、私の貯金箱紹介しようか。いっぱいあるんよ、あのね、いっぱいあるんですよ。いっぱいはないわ。いっぱい入ってない。でもこれが500円玉、今使ってる500円玉専用貯金箱。ほんでね、落ちさっき落ちたのが、これがあのウーバーとかに来た時にあのお金ないって思ったら困るから、1万円とかで千円札入れとくやつで。うわっ、ね、不安定ない集金。そうで、これがあの何でも500円玉以外のものを入れてるあの小銭たちんで、これもあの、お、あの小銭を入れてるやつ、これも500円玉以外を入れてます。そうで、ね、どこいたっけな、たまった500円玉これももうたまりきったら保管して、こうやって奥底に置いておく、誰にも取られないようにここに置いて隠す。今これを知ったことでみんなが知ってしまいました。後ろ恥ずかしい、これ後ろね、もうすごいの、ほらこんな感じです。この辺の隙間。そうなの、クリボーいる、クリボーはいっぱいいるよ。これもいるし、この巾着もあるし。そうなの、もうなここね大変なの、この領域。そうなの、すごいでしょ。ありがとう。え、そう、めっちゃある。なんかこの辺はね、いろ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 置き場、なんかちょっとごちゃごちゃしてるな。これリオちゃんからもらったチェキ見て、この長文嬉しい。こんなに私のことを好きでいてくれる、なんか泣けてくるわ。めっちゃ書いてある。そう、いつもありがとうございます。マイキューさんの全部が大好きです。いつもこんなリオに優しくしてくださって本当に嬉しいです。これからも大好きです。お互いに相談したりできるようになれたらいいな。これいらなかったら捨ててください。捨てるわけないだろう。嬉しい、泣いちゃう。なんかこういうので泣ける、すごいなんか泣けるんですよ、もう。そうなの、なんか嬉しいです、本当に。じゃん、ここねチェキめっちゃ置いてある。あ、これドラさんのプリクラ、めっちゃ前に撮った。あとはサムがいっぱいあります。
これなんかトライアングルセンターの3人でなんかチェキをね、そう、お、なんか誇ってるな、ずっと置いてたからか。なんかこれは宝物、ここ置いてる、こんな感じ。なんかあったらいいの。鼻水出た。一周してみて、ちょっと一周したらめっちゃ散らかったんじゃけど今のがこっち側で、こっち、あ、なんかちょっとタンスが散る。こっち側になると、ここにクローゼットがあるんですよ。ここに扉がある。ここはなんかバック類かけてる。ちょっとごちゃごちゃしてて恥ずかしい。布団、ここにサムがいる。サム、ロフトみたい。え、ダメ、絶対ダメ絶対ダメです。100ダメ。ほげー、ほげーたもいます。ほげー。私のねルームツアーね、もっとね部屋がねミニマリストみたいな感じで物が全然なくって、片付いてたら全然やりたいんですけどね。ロフトはね、もう服、なんか夏服も入ってるし、まだぬいぐるみもめっちゃいるし、そうなんよ。ロフトやばい。ロフトを見せられ、危険危険です。ケロッキュー最近見てない。え、ケロッキューケロッキュー、何畳ぐらいですか？3畳？あ、そんなに狭い？え、3畳って狭い？あ、これ家具があるけん3畳じゃない、4畳ぐらい？そん、もっとある？え、小さい？あ、待って、4畳、5畳ぐらい？もっと広いかな？いや、じゃあみんなに聞いてもわからんと思うんだけど。なんかさ、家具がさあってさ、圧倒されててさ、自分がいるスペースが狭すぎてさ、何畳なんか分からんのにけど、3畳狭いよね。あ、6畳ぐらい分からん。あの畳持ってこんと分からんわ。私がずっと使ってる家具。そうなのよ、そうなのよ。結構爪爪です、この部屋は。お姉ちゃんと夜になったら毎日部屋の掃除をするぞって言いながら、あの寝ます一個もってわけじゃないんですけど、あんまり片付かずにいつまでも部屋の掃除するぞって言うんですよ。言って、まあ大抵夜になって、あ、もう無理じゃわって言って、そう、今日もうお姉ちゃんに言ったんですよ。でお姉ちゃんも今日こそ部屋の掃除をするぞって言って、二人で相当意気込んだんですけど、してませんありがとう。
フローリング？え？これフローリングなんかな？木の床です。何？フローリングがあんまりよくしっくりこんけど、なんか茶色い木の床。これフローリング？あ、ラグ？あ、知ってる知ってる。草みたいなやつ敷いてるの私のね部屋ね、草みたいなの敷いててさ、私も草って呼んでるんだけど、そうちょっと見せたいけどね、汚すぎて見せられないんだけど、人工芝え、なんかねちょっと出たら見せれるかな。これこれ、あの絨毯、草、草の絨毯ね、見てこんな柔らかい草みたいでしょ、ほら芝生、草の絨毯でした。スモ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 、寒いでしょ。そう、これのこれか、私買ったんですけど、決め手は草っぽいから選んだんですよ。なんか自然なんか色が何色買ったんですけど、なんか草みたいでなんかこう自然に溢れてるなと思って、それが決め手で買ったの。そうなの。なんで今この絨毯で自然を感じてる。これラグって言うんかいね。でも全然部屋に足りん草の量本当に。どこで買ったの？ニトリ、イケア、え、イオン？イオンとかで買ったかな。え、わからん、これどこで買ったんやっけな。え、忘れてしもたわ。イオンとかかな。なんかいやちょっと記憶が曖昧で、マイケルとお揃いの草にしたい？え、めっちゃね自然感じるよ本当に。サッカー始まっちゃうこのこの床にいたら、うん、姉貴はねなんかね敷いてないのよ姉貴敷いてないよ。姉貴のね部屋はねベッドがあるんですよ。私はベッドねないんです、実は。ベッドが置いてあって、ベッドにしないの、ベッドに、いやなんかベッドだったんですよ。でベッドあったんですけど、圧倒的に床で寝る回数が多かったから、引っ越す時に私はもう敷布団でいいやって思って敷布団にしたんですよ、ベッドやめて。そしたらお姉ちゃんのベッドが思ったよりもふかふかで、ベッドが欲しくなって今更ベッドがすごい欲しい。お姉ちゃんのベッドがめっちゃふかふか、なんかいい寝心地、なんかないものねだり。まあ、あっても床で
寝ちゃうかもだけど。ポテチ寝かしてたじゃない、そう前の家はベッド使わずにポテチをに布団かけて寝かせてた。確かに、なんかご飯とか置いてたわベッドに、お菓子とか全部あの布団ちゃんとかけて。ロフトで寝てない。じゃあロフトね、名前によったんじゃけどね、エアコンの空気が全然届かなくって寒いんですね。で夏は暑いんですよ。しかも寝起きであの階段降りるのがちょっとしんどくってね、なんか寝ぼけてうわーとかなるしやめようと思って降りてきました、ロフトから。ポテチ美味しくなる？え、でもなんか寝かせると油が回るんじゃなかったっけ？そんなことない？私の勘違いかな。あ、逆に良くなくなるんか、起きすぎたら。油が酸化するんだっけ？え、なんかどうにかなるよ、確か。ね、油がなんかどうにかなるんですよ、まあ、そんなわかんないですよ、食べて油が回ってるとか思わない。湿気るよ。え、私の部屋一個も湿気ないんですよ。なんでかっていうとめっちゃ乾燥してるから、本当にあの砂漠マジで湿度がなくって、朝も私水分カラッカラの状態でいつも起きるんですよ。本当に砂漠なんですよ私の部屋。だからなんか物も湿気ない、草が生えてるのに気持ち程度な草が生えてるけど、なんか砂漠みたいにカサカサ。湿度いくつ？え、分からん、どうやって見るん？なんかあのあれかな、エアコンとかで見れるんかいね。加湿器変わんの？欲しいとは思うけど、買おうってなるまでが相当遠い。そういうのない？なんかあ欲しいなとかなるけど買わんみたいな。なる。ライトリーありがとう、ゴリラクマもありがとう。温度計ないよ。体感今28度ぐらい。あったかい。暑い。え、あったかいじゃないの、暑いの28度って。暑いって言われた。あ、夏？嘘。暑いよって言われた。嘘、あったかいよ。違う、夏はもう40度ぐらいいくって、毎年この最近は、ここ最近は。でも私の部屋だけね、砂漠だから温度がすごい高いのよ。本当になんか高いんです。
本当に困っちゃう。夜冷える、寒いよ。だって日が当たらないんだよ。あの日中も寒いのこの部屋。本当にな、だからジメジメするはずなのになんでこんなに砂漠なんだろう。謎だ、困った。なんか私の部屋だけすごい砂漠みたいな感じ。砂丘。霊がいるって言われた。高齢なんですよ。あ、霊だけに高齢の、もう霊がいるよって。砂漠に幽霊いるんですかね。ラクダの霊とかなんかそういうなんか砂漠の幽霊みたいないるんですかね。暖房ついとるよ。あのさ、暖房をさ例えば25度でつけたらさ、その部屋は25度になるよね。そんなことはない。え、ならないの。え、なるよね。だってさ、エアコンはさ25度で設定されたらさ25度にしようと頑張ってくれるもんね。ってことは25度になる可能性もありえるもんね。エアコンすごい。そうだよ、本当に。それ以上高くなる。人をいっぱい呼んで人の熱であったかくしたい。この部屋だったら、まあ、7人ぐらいだったら来れそう。7人無理かな。もうめっちゃ人と人とが密着する距離で7人ぐらいだったら、そうだよ、リアルの数字で7人ぐらいだったら、頑張っても10人しか入んないかな。何寝れんねえ。みんながみんな膝枕して円になったら寝れるかも。こう綺麗な。よくもありがとう。俺ロフトでいいよ。いやマジでもうロフトこれ以上乗られたらもう抜けるんよね、そこが。このねロフトね、100キロって書いてあるのでさ、私ロフトに物取りに行くときにね、いつもねこのもう床はそろそろ抜けるんじゃないかって思いながら登ってるのよ。いや絶対もう超えてるやんと思いながら。なんか服とか意外と重いけん100キロありそう。全然そんなないかな。ありそうだよね。しなり始めたら考えるわ。ロフトが床抜けるか分からんけど、100キロ超えても抜けんと思うよ。100って書いてるけどもうちょっといけそうだと思うけど。抜けるときは一気だよ。抜けたんか。この中の誰か抜けとるんか。一気だよ。なんかすごい経験者は語るみたいな感じで、経験者おる。体験談。クローゼットの棒、そうクローゼットの棒ね、めっちゃね本当に洋服いっぱいかけたらね抜けたの。抜けたっていうか崩れたの棒が。もう
で、まあ、結局修理しに来てもらったんだけど、そう、そのうち物多すぎてさ、もう一回あの下の人のところに抜けちゃうかもしれません、床も。踊ってはダメです。でもなんか踊ってもあんま苦情来たことないな、この家。下の人怖い。うん、結構そう、確かになんかめっちゃ配信で戻ったことあるけど、なんかね、引っ越す前のね、家、これここに引っ越す前の一個家はね、一回苦情来たんですよ、踊ったら深夜に。ヘビーローテーションを、もうテンションぶち上がってヘビーローテーションを踊ったら、人あのそう来たんですよ、あの音がどんどんしてうるさいって。ヘビロテをね、もうチャンチャンチャチャンチャンチャ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 ンって、もうイントロからね、足をもう最大限に上げて踊ってたら、そう、そうなんですよ、ごめんなさいって。皆さん深夜にヘビロテ踊らない方が、踊ってもあのそろりそろりと。配信してたの？ううん。プライベートと思ってたよ。なんか全然あの配信で踊ったことないかも。今ねダンスするときはね、お姉ちゃんの部屋に行ったろ、部屋に行って踊る。なんか誰かに見てもらうとすごいモチベが高まるんですよ。なんでお姉ちゃんの部屋に行って、すごいお姉ちゃん迷惑かなと思うんですけど、お姉ちゃんの前で踊って、なんかもう何も言わずに急に踊って、そう帰る。お姉ちゃん、見てくれてるかな。からさ、微妙かも、見とんかな、あれ見てなさそう、見てたり見なかったりみたいな、ほーんってなんかしとるわぐらい。感想あんま求めてない、感想。ありがとう。姉ちゃんまだ起きてるかな。ね、本当にね、夜ね、もう寂しくってね、悲しくってね、嫌なの。嫌なの、もう夜が来るのが嫌だ。嫌なの。本当に夜嫌だ。だってもうなんかこんな夜になったらね、連絡とかもね、まあなんかしたら迷惑かなって思うしね。やだ、今やだ、すごい夜がやだ、うんー、やだ、
早く寝よう。寝れない、寝れないの、寝れないから嫌だ。もう姉ちゃんはもう多分この時間は寝るの、そろそろ。嫌だ嫌だ。3月春やけんナーバスなんかもしれん。そうなの、気持ちがすごくナーバスなの。もう一人にしないでほしい。また夜が来た。ね、今日寝かせてあげて。そうだよ、そりゃそうだ。ポコさんに来てもらう。この間家の掃除してたらポコの餌が出てきたの。ポコ感じたわ、ポコおらんのに。ポコの餌、18分、やばい、ちょっと待って。壇上を呼ぶわ。シギさん、トールさん、達郎さん、マツさん、トウケンタロウくんさん、モッチさん、シンジさん、クマネパパさん、ツネちゃんさん、ココさん、カロさん、ハヤリンゴさん、キナペコさん、ありがとうございます。いやー、また明日。もう3月ってのも、耐えられない、困った、寝る。なんでそんな、おやすみ。おやすみ。またね。じゃあね。おやすみ。